ゆうとび、本日の車体がこちらにございます。菜の花畑と比叡山ということで、早速撮ってみましょう。はい、ということで本日は滋賀県守山市にある第一渚公園っていうところのこの菜の花と奥の比叡山を見に来てみたんですけども、まずはここから横構図で撮っていきます。で、今ちょうどね、上に青空があるんですよ。で、この青空をどうしても入れたいんで、一旦ちょっと広角気味で撮ってみます。で、理想は青空と奥の比叡山と手前の菜の花だけを入れたいんですけど、どうしてもね、この右側にある枯れ木がね、入ってしまうんですよ。なので、もう堂々と入れようと思います。ということで、この枯れ木をどこまで入れるかなんですけど、こう結構ね、右の方まで続いてるんですよ。でも、この枯れ木の曲線はあるじゃないですか。この曲線がこういうカーブになってて、ここで一番低くなって、ここからまた上がっていってるじゃないですか。なので、この一番落ちてるとこ、ここでちょうど切ろうと思います。なので、まあ、こんぐらいの画角にして、横構図でちょっと広角気味で青空が入るようにして撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定の A モードからの写真が黒粒で白飛びしないように露出補正をまずプラス1にしました。で、手前の菜の花と奥の比叡山、全体的にピント合わせたいので、F 値もめっちゃ大きく14まで上げます。で、ISO100 でもシャッタースピード大丈夫なんで、この設定で、どうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、下の方に菜の花、比叡山で、上の方に青空と、で、全部入れたかったんでちょっと広角気味で撮ってみました。で、この写真ね、縦に3分割構図で撮りました。下の3分の1が菜の花で、で、中央の方に比叡山があって、で、上の方には3分の1ぐらい青空を入れるみたいな感じで撮ってみました。ということで、太陽出てきた。次、はい、ということで次なんですけど、さっきは横構図で広角気味で撮ったんですけど、次は逆に縦構図で望遠気味で撮ってみようと思います。で、さっきよりね、比叡山のちょうど真上ぐらいに青空が出てきたんで、それを縦構図でちょうど入るようにして、で、こうね、立ってる高さ、この高さから見てしまうと、ここに道があるんですよ。で、この道をなるべくこう写真に目立たないようにしたいので、カメラをちょっと低い位置に構えます。そうすると手前の菜の花がちょうどかぶって、奥の道がいい感じで隠れるんですよ。で、ちょっとまあここを望遠気味で、上の青空と比叡山と、で、手前の菜の花は前ボケさせて撮っていこうと思います。で、設定していきます。さっきはまあ横構図で手前の菜の花とか全体的にピントが合うように F 値を大きめにしたんですけど、次は手前の菜の花をぼかしたいんで、 F 値を一番小さい 2.8 まで下げちゃいます。で、ISO100 でもシャッタースピードね、めちゃめちゃ速くて大丈夫なんで、この設定で、どうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、持ってるレンズの一番望遠側 70mm で縦構図で撮りました。で、さっきのね、広角で横構図で撮ってたこの右の方に入ってたいらなさげな枯れ木をちょうど排除できて、菜の花と比叡山と青空だけを写真の中にぶち込みましたと。で、この手前の菜の花のボケなんですけど、結構考えて、こう下の方にちょうどこう曲線になるような前ボケを探して入れてみました。ということで、次、はい、ということで次なんですけど、次は横構図で望遠で撮っていこうと思います。で、なんとここに来て新事実、これ比叡山じゃなくて平山でした。僕がさっきからペラペラ一人で菜の花と比叡山言ってるのをね、横にいてはった人たちが聞いてて、それで比叡山じゃないよって、平山だよって言ってくれました。ありがとうございます。ということで、平山と菜の花をね、横構図で望遠で撮っていこうと思います。で、さっきね、縦構図で撮った時も手前に前ボケを入れたんですけど、次の横構図で入れる前ボケはもっとぼかそうと思います。ということで、ここの手前にこういう角度でね、こう斜めに走ってる綺麗な菜の花があったので、これを左下の角の方に大きく前ボケさせて、で、その反対側、右上の方に比叡山じゃないな、平山を入れて撮っていこうと思います。で、設定もね、さっきの縦構図と一緒で、手前の菜の花ぼかしたいんで、 F 値 2.8 で ISO100 でもシャッタースピードめちゃめちゃ稼げるんで、この設定でどうでしょう。平山。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、写真の左下の角の方に大きく、もう菜の花かどうかもわからんぐらいに前ボケを大きく入れて、で、奥に平山を打ち込みました。で、やっぱり横構図にしちゃうと、その分上の方が映らないんで、青空の部分がちょうど入らないっていう、ちょっと残念な部分はあるんですけど、まあ手前の前ボケと奥の比叡山じゃなくて平山は綺麗なので、まあ良いかなと思います。ということで、
次。はい、ということで次なんですけど、もう菜の花と奥の平さんを一緒に撮るのはもうね構図に限りがあるということで、ちょっと場所を移動しました。そしたらね、この手前にちょっといい感じの枯れ木というか渋い木があるんで、この渋い木と曇り空と奥の平さんがちょうど合うと思うので、これを全部一緒に撮っていこうと思います。で、横構図でちょっと望遠気味にして、写真の左の方にこの木がねこういう形をしてるんで、それを写真の左の方に入れます。で、逆に空いてる部分に平さんを入れて、で、この手前のなんかこのようわからんもんあるんですけどね、これがなかったら結構完璧かなと思ったんですけど、まああるので仕方がないですね。誰か来た時は潰していってください。ということで、ここで横構図でこういう感じで撮っていこうと思います。で、設定していきます。また露出補正はプラス1にしました。あの、場所を移動して火も暮れてきたんですけど、まあ白飛びも黒つぶれもしないのでプラス1にします。で、さっきまでね、菜の花手前ぼかしてたんですけど、今回の手前の渋い木はねぼかさずにどっちもピント合わせたいんで、フッチちょっと大きめの、まあ、6.3 ぐらいまで上げます。この F 値をねもっと上げた方が手前の渋い木と奥の平さんのピントどっちにも合うんですけど、上げすぎるとねその分シャッタースピードを稼げなくなって ISO を上げないとダメになっちゃうんですよ。その分写真の画質が下がっちゃうんで、今回はまあ F 値 6.3 ぐらいに留めておきます。で、そうしたら ISO100 でもシャッタースピードギリギリ大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、ちょうど写真の左下の角から一番太い木の幹が出てきてて、で、左上の角に向かって細い枝が続いてて、ちょうど収まるようにしまして、で、逆に右下の角の方にも一番細い枝がこううねうねって続いて、ちょうど収まるような配置に木を置きました。で、逆に空いた部分に平さんをぶち込んだという感じで撮りました。で、まあこの写真ね、結構手前の木が渋くて上の曇り空とも相性があったかなと思います。ということで、もう撮るものないので終わります。はい、ということで本日は滋賀県守山市にある第一渚公園というところのこの菜の花と奥の平さんを撮りに来てみたんですけども、あのね、この実はこの平さんと手前の菜の花ってめちゃめちゃ距離離れてるんですよ。平さんが琵琶湖の向こう側にあるとしたら、この菜の花は琵琶湖のねこっち側にあるんですよ。なのでこの平さんと手前の菜の花っていうのは何キロも離れてるんですね。で、その何キロも離れてる2つのものを写真の3対4とか、まあ、16対9の中にぶち込むっていうのはやっぱりねどうしても難しいんですよ。その間にどうしてもね家とか草とか道とかがどうしても入っちゃうんですよね。まあ、ここはねカナダとかやったら広角で撮ってももういらないものが全然なくて、もう絶景撮り放題やと思うんですよ。ここはねどうしても日本なんですよ。なので日本なのでやっぱりね望遠を使って圧縮効果を使うことで、その間にあるようないらないものとかをうまいこと排除して撮るっていうのが結構肝になってくるかなと思います。なのでね、皆さん、まあ日本で写真を撮るときっていうのはいらないものがね入りやすくなるので、そういうのをいらないために望遠で圧縮効果を使うっていう手法があるので、皆さんぜひぜひやってみてください。ということで、もう喋ることもないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。